ペットの犬を連れて土手の上をのんびり散歩している人たちのように見えるでしょうが、実は連れている犬たちは岐阜市保健所に収容され、新しい飼い主が現れるのを待っている犬たちなんです。昨日から動物愛護週間が始まりました。これを機会に岐阜市ではどのような動物愛護の取り組みを行っているのか、そしてどのような問題があるのかご紹介します。まずは動物愛護の面で岐阜市ではどのような問題があるのか、生活衛生課の桜井さんにお話を伺いました。犬と猫、まず犬はどのような問題がありますか？はい、飼い犬の鳴き声によるご近所のトラブルや散歩時の糞の放置の問題があります。なるほど。では猫は？はい、猫は春先や秋口に一度に 4,5 匹の子供を産みます。さらに半年も経つと子猫も繁殖できるようになるので、不妊手術をしないとどんどん増えていってしまいます。特に飼い主不明な猫、いわゆる野良猫が庭に入ってきて糞やおしっこをするといった苦情が多く寄せられています。野良猫ですと誰も管理することができないですもんね。そうですね。それでは生まれたばかりの子猫はどうなるんですか？はい、保健所には自宅の庭先などで生まれた子猫が、およそ300匹ぐらい持ち込まれます。そのうち新しい飼い主の手元に行くのは約4割しかいません。そうですか。やっぱりかわいそうな野良猫の数を減らすっていうのは難しいんですね。で、一方で犬の場合は岐阜市ではここ数年殺処分ゼロの状態が続いているということなんですけれども、どのような取り組みをされてるんですか？はい、昨年保健所には迷子で保護されたり飼えなくなったなどの理由で116頭の犬が収容されました。そのうち半分の64頭が飼い主の元に戻れましたが、残りの犬たちには行き先がありません。岐阜市では以前から何とか救える命は救いたいという思いで譲渡に力を入れてきましたが、さらにボランティアの方たちの協力もあって新しい飼い主の方たちに譲渡されています。へえ、ボランティアの方たちがいらっしゃるんですね。はい、心あるボランティアの方たちが犬に限らず猫についても愛情を持って一時的に預かってくれたり、新しい飼い主を探すという努力をしてくれてます。そうした保健所に収容された犬の保護に努めているボランティア団体の一つ、ハッピーチョイスによるお散歩会がこの日岐阜市地区犬管理センターで開かれていました。お散歩会とはどういうものなんですか？はい、飼い主さんが飼えなくなった犬たちがここに来て、また迷い犬で飼い主さんが見つけてくれなくてここに残っている子たちがいますが、お散歩に出して排泄をさせたり、人と関わることで不信感のないようにお散歩会でリラックスをするような時間を作っています。人になれることで新しい飼い主さんも見つけやすくなりますよね。そうですね。里屋さんのところに届けるのが私たちの活動です。参加した人たちはそれぞれ犬のリードを持ち、お散歩コースの土手に向け出発です。犬たちは毎週2回来てくれるのを楽しみに待っていたかのように元気いっぱいです。土手に来ると駆け出す犬たち、寄り道したりのんびりと日向ぼっこしたり、檻から出された開放感を味わっているようです。お散歩会に参加したのは田口さんとその呼びかけに応えたボランティアの人たちです。来れる時には多い時は週に1回来てますし、来れなくても月に1回は来るようにはしてますね。純粋に犬が好きだからっていうそれぐらいですね。はい、一匹でも多くの子が、もらわれていくといいですね。いずれは今のマンションに住んでますので、子供もまだ小さいですし、大きくなって落ち着けば譲渡会に参加して犬をもらいたいなと思ってます。通っていくごとにあそこにいるワンちゃんたちがすごい可愛くて、やっぱお世話もしたいし、最終的にはちゃんとしたお家に譲渡されて幸せになってもらいたいなっていう気持ちで参加してます。
お散歩会は譲渡も可能なので見学だけに来る人たちもあるようです。田口さんは関市を拠点にした NPO 法人ハッピードッグチームという団体も1年前に立ち上げました。ハッピードッグチームではどういった活動をしてるんですか？はい、ハッピードッグチームではここにシャンプーのセクションがあるので、プロの方が犬をきれいにして里親さんが可愛いなと思えるような姿にしていく活動をしています。あとしつけ教室を年2回担当しています。でそこで飼い主さんと犬のサポートもしています。関市でも活動されてるんですよね？はい、出会いの森という施設があるんですが、そこに岐阜市保健所の犬たちを連れて行っています。高齢犬とか病気系が噛んでしまう犬たちっていう少し殺処分に近い犬たちを選んで保護をしてリハビリをしています。ただそこで譲渡できない犬もたくさんいるので、その場合は修正面倒を見ていくっていう場所です。こうしたボランティアの活動もあって、岐阜市の犬の殺処分ゼロはおよそ5年も維持されています。一方こちらは猫の預かりボランティア、ライフボートチューブの代表足立さつきさん。この日地区犬管理センターに新たに猫を預かりに来ていました。残しとかないかんとかおるとかない？じゃあ全部いいのかな？全部、こんだけですよね。大丈夫です、大丈夫です。足立さんはいつから猫の預かりボランティアをされてるんですか？はい、2001年から、千葉を拠点にしております NPO 法人犬と猫のためのライフボートっていう、団体でボランティアをしておりまして、で2008年にライフボートチューブっていう形で会を立ち上げまして、保健所に収容された猫を引き取りまして、不妊手術を施し、ワクチン、駆虫などをしまして、新しい飼い主さんを探す活動をしています。実績はどうですか？はい、平成30年度8月現在59頭をライフボートチューブのシェルターに保護しました。今年度岐阜市からは現在までに30頭を受け入れまして、そのうち10頭はもうすでに新しい飼い主さんが見つかりました。ライフボートチューブとしましては、岐阜市からの収容実績は延べ271頭になっておりまして、全体では年間60頭以上、これまでに900頭以上の譲渡を実現しております。いや、もうそれだけの命を助けるっていうだけでもすごいことだなと思うんですけども、野良猫の数がなかなか減らないので、殺処分される猫の数も減らないですよね。こう気分的に落ち込んだりっていうのはないんですか？そうですね、私が関わり出して今まで18年間猫の殺処分の数っていうのは徐々にではあるけれども減っているっていうふうに思っています。あとはその1頭ずつでも救っていけば、その数だけは必ず減るっていう、そのコツコツと地道にというような思いが大切だっていうふうに思います。でさらにご支援くださる皆様、それから動物病院さん、スタッフ、それからボランティアの皆さん、そういった方に支えられておりまして、そういった方の思いを形にするのが私たちの役目かなという思いもあって、はい、で支えられることが本当に多いので、その励まされたり感動したりっていうようなことの方がずっと多いです。足立さんのような動物愛護の精神にあふれたボランティアによって猫たちの命が守られています。最後に岐阜市の取り組みについて桜井さんに伺いました。岐阜市では動物愛護週間に合わせてどのような取り組みをしているんですか？はい、昨年度の動物愛護週間には、岐阜県獣医師会と岐阜県、そして岐阜市が共催で動物愛護フェスティバル in 岐阜を開催しました。動物触れ合いコーナーや犬のしつけ教室、動物愛護団体の紹介などを行いまして、動物たちとの触れ合いを通じて子どもたちに命の尊さを体験していただきました。今年度は本庁舎に動物愛護啓発のための横断幕を設置しました。今後とも動物愛護週間にはこうした啓発活動を続けていきたいと考えております。そしてこの期間以外にもいろいろな取り組みをしていらっしゃるんですよね？はい、
愛犬のしつけ方教室を4月を除く第3金曜日に開催しています。ここでは犬の問題行動についても相談を受け付けています。また毎年2回秋と春に畜産センター公園で犬と一緒に学ぶしつけ教室を開催しています。こちらでは獣医師、ドッグトレーナーの方から愛犬と一緒に飼い方の指導を受けられます。ドッグランにて開催しますので、外から見学される方も多く人気の講座です。あと野良猫が減らないことが現在一番の問題のように感じたんですけど、何か対策はされてるんですか？はい、飼い主不明な猫の不妊手術に対して補助金を交付しています。毎年100件程度のご利用があります。また野良猫が庭に入ってきて糞やおしっこをして困るという話がありましたが、そのような問題でお困りの方に対し猫侵入防止装置の貸し出しを行っています。猫侵入防止装置ですか？はい、こちらがその装置で、屋外にも設置ができます。電池式になっておりまして。あ、ちょっと痛い痛い痛い、キーンってすごい嫌な音しますね。はい、ここから超音波が出ておりまして90度の範囲でおよそ13メートル届きます。これを14日間無料で2台貸し出しを行ってまして、効果を確認してもらってます。その他に家の中で飼っていた猫がちょっとした隙に外に出てしまって迷子になっちゃったっていう話もよく聞くんですが、何か対策はされてますか？犬でもそうなんですが、多くの方から保健所に迷子の連絡があります。連絡先を入れたプレートを首輪にする方法もありますが、マイクロチップを埋め込むことをお勧めします。動物病院で注射器のようなもので皮下にチップを埋め込みます。犬猫への負担も少なく、一度体内に埋め込むと半永久的で電池も不要です。保健所にはこちらのマイクロチップの読み取り機というものがありますので、迷子の時や災害の時などに身元の確認ができ、飼い主さんにとっても安心かと思います。わかりました。では最後にペットを飼っている皆さんへメッセージお願いします。はい、犬の飼い主さんには登録と毎年1回の狂犬病の予防注射が義務化されております。また発行される観察と注射済み表の首輪等への装着も義務になっております。猫の飼い主さんには室内飼育と不妊手術をお勧めしています。屋内で飼育することは病気や事故に遭うなどのリスクも軽減できますし、迷子になったり予期せぬ繁殖の防止にもなります。最後になりますが、岐阜市では平成29年1月に岐阜市市民と動物の共生社会の推進に関する条例を施行しました。この条例では飼い主の方の責任としてルールとマナーを守り、周りの方に迷惑をかけないこと、また最後まで責任と愛情を持って飼うこと等があります。岐阜市では今後もルールを守って人と動物が幸せに暮らせる街を目指していきたいと考えています。ペットも家族の一員という考え方が広まってきています。さらに保健所やボランティアの人たちによる懸命の努力で多くのペットたちが殺処分を免れています。しかしそれでも日本全体で年間に殺処分される犬と猫はおよそ6万頭です。動物愛護週間の今、改めて動物たちの命について考えてみましょう。